宮古島守君、くん、宮古守君、くん。宮古島市高野の県道83号線にて、撮影タラマ空港前に立つ、タラマ守君、くん宮古島守君くんは、沖縄県の宮古島警察署管内にあたる、宮古列島の道路などに設置されている、警察官型人形の愛称である。宮古守君くんと呼ばれることもある。2020年現在20機が設置されており、 全員が兄弟という設定である。身長180センチメートル、体重5キログラム。手作業で塗装を行っているため、一気ごとに顔が異なる。伝統的には肝系の顔であるが、世代の新しいものは美系となる傾向がある。誕生日は、都の語呂合わせで1991年8月5日。2011年には妹マルコが登場している。 臨時に振り込め詐欺啓発のために借り出されたり、一日税務所長を務めたりなど、その注目度を利用した守るくんの活動は多岐にわたる。1996年に、宮古地区交通安全協会が、宮古島内に5機を設置。1998年には、宮古島に15機、伊良部島に1機が、さらに設置された。2009年には、 宮古空港にも一機が設置されているが、この時点で腐食や土台の破損によって合計19機となっていた。なお、生産していた工場はすでに閉鎖されており、新たな守るくんの設置は難しい状態となっている。2010年3月12日にタラマ島のタラマ空港に一機が設置された。これはもともと宮古島の上野の大峰に設置されていた守るくんだ。 人事異動されたもので、タラママモル君とも呼ばれている。このような人事異動は、宮古島市内ではしばしば行われている。2012年1月27日には、宮古島市より、宮古島マモル君と、妹のマルコちゃんに特別住民票が交付されている。住所は、宮古島警察署の所在地とされた。2013年8月には、東辺な三入り口に、 宮古島守君と、マル子ちゃんの写真撮影用パネルが設置された。2017年3月16日には、宮古島地区交通安全協会の60周年記念事業として、県道78号の当たらず市場前に、宮古島守君の石像が設置され、除幕式が行われた。2020年9月29日には、台風のため長年行方不明となっており、 宮古島市内の畑で発見された守るくんが再度設置された。この守るくんは修理した業者にちなんで、三つ君くんと名付けられた。2011年9月17日、2体の守るくんの足やヘルメットが壊される事件が発生。棒などで殴るなどの行為を受けたとみられている。宮古島署は、器物損壊容疑で捜査を開始した。 その後長年修理に携わってきたボランティアの人物により、10月6日までに修復は完了した。2016年2月2日、平ら下里の交差点で、乗用車同士の出会い頭の衝突事故が起き、この弾みで同所に配置されていた一体に車が、ぶつかり破損。同月22日には、市長の下地敏彦が、黒刀持参で、宮古島署に、 見舞いに訪れた。この、守るくんは4月8日に復職。この時、立番勤務による、交通安全への貢献が評価され、19隊全員が、警視待遇巡査長から、警視待遇巡査部長に承認した。2009年12月、宮古守るくんの歌が発売された。これは、下地暁が2007年に、 宮古島警察署の1日署長を務めたことをきっかけにして作成されたもので、二人の少女によるローカルユニットパニュパニジュニアのデビュー曲でもあり、第8回クイチャーフェスティバル2009でお披露目された。この曲は2010年8月に携帯着歌サイトの沖縄チュラサウンズで10週連続1位となり、モンゴル800の小さな恋の歌に次いで、 史上2位の記録を樹立した。また、宮古島市では、鉛筆や、ボールペン等の文房具、携帯ストラップクッキー、清涼飲料水等のキャラクター商品が販売されて、人気となっている。かつて BS 放送、J スポーツで放送されていた、頑張れ日本プロ野球。では、独自に、平さんと名付けられ、オリジナルの T シャツが販売されたこともある。ありがとうございます。